応募資格でございますが前回の議論を踏まえまして経験や受賞歴そういうものは一切問いませんそれから年齢につきましても18歳の以上の方であれば国籍については日本人を含め国内在住の外国籍の方に関して対象に限りつつグループでの応募を認め代表者の 代表者のみにこの条件を求めることにしましたということは子どもや外国の方でも条件を満たす方であれば一緒に参加できるということでございますあまり求める内容を狭めすぎない政作者の多様な考え方を反映した方がいいという委員の意見が多く出ました エンブレムをですね決定発表ということになるにはかなりスケジュール的にタイトであるということを考えております。それはみんなで共有いたしました。まず大きく決定されたのは12月の7日月曜日お昼お昼まで12時ジャスト。 そこまでに、えー、ぜひ多くの方の応募を頂戴したいとかように思っております。